その後なんか喋る、あ、撮ります、使いたいです、はい、なんで、なんとなくこれをリュウタさん読んでいただきつつ、はい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 、なるほど、はい、回ってるかな、はい、どうぞ、始めてますね、もうスタートしましょう、あと30秒で12時ですね、さあ、はいはい、ファンプール山村ゆたです、高木梨沙です、ということで、12時になりますか、はい、もう間もなくですね、はい、僕たち毎週金曜日ね、はい、大阪の FM ラジオ局 FM802 でお送りしております番組ロッキーズ82リサリットフライデー松村市レディオフィールズ、はい、その番組内で話しきれなかったトークやこぼれ話をいつもならお送りしている、はい、レディオフィールズオフトークですけれども、はい、今日はちょっとインスタライブもしつつ、はい、12時からですね、もうあと、3、2、1、そう、フランプーの新曲マジックのミュージックビデオの公開がですね、プレミア解禁、プレミア解禁をするんですけど、ここから多分カウントダウンが始まるのかな、あーそっかそっか、あー始まったね、始まりました、始まったね、カウントダウンとか CM です、その前にその前に CM、 その前に一旦 CM です、いやそれはそうですよ、それはもう生感がすごい、なんか配信に慣れてない感じがすごいお互いしてるけど、めちゃめちゃ面白いですね、これ見えてんのかね、あ、ドコモさんですねそうですよ、あれ面白いね、インターネットフィックスもいっぱい見ますよね、まだカウントダウンが入るんで大丈夫、あ、こっからカウントダウンが、おお、1分30ですね、1分30あります、はい、なんか結構ちょっと急ぎ目にオープニングみたいなしたけどまあこれはもうプレミア公開ですから、はい、皆さんもすごいですね、皆さんみんなで一緒に見ましょうよマジック、いや嬉しいです、なんかこんなプレミア公開の瞬間を押しますか、チャット動いてますか、チャットはね、動いてない、チャットさ再接続するまでしばらくしてから、しばらくしたらもう一回更新をしてみます、もう一回更新をしますか、こっちでいいですかね、はい、はい、大丈夫です、生放送ですね、生感がね、あもう1分切りました、みんなで楽しもうってしゅうくんさん書いてくれてますね、あー全部してくれました、バクバクやったー、音でいいですか、ね、バクバク、プライオンのアカウントで入っちゃった、プライオンのアカウントじゃん、あーまあ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 コメント書くようだったら入り直します今大丈夫ですよ、大丈夫です、はい、こっちの、はい、そっか、そうですね、インスタの配信と両方はちょっと見れへんっていう方もいらっしゃった、そう、だからこういう方はこっちで見たら一緒に見れますから、うん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 、後でいっぱい見れますから、そんなそんな、わー楽しみ、そうですよ、30秒切りましたよ、一応大きい画面にしようかな、そうですね、せっかくなんで、せっかくなんで消してしまいそうで怖いね、マジック、新曲、あ、じゃあカウントダウンしましょうか、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、公開、すごいこんなんなんだよ、わー、あ、僕のかっこいいですね、僕のアップから始まりましたね、もうこの辺にカメラあったんですか、そうですね、もうこのぐらいの距離で結構近いんですよ、今回ちょっと言葉も大事にしたいということで、はい、うんうんうん、歌詞も内元もね、ちゃんと見えてる、はい、あずきさんどうも、あ、元気さんもちょうるさいかな、うるさい、大丈夫ですよ、いやもう、いやもう後でいっぱい見れますからねまあ今回そのバックにちょっとなんかこうなんていうか見守ってくれる木みたいなのね、はい、自分たちの演奏をすごい、なんかこのカーディガンの色味もそうですけど、はい、優しいぬくもりって感じがしますね、ああそう、うん、これね結構ね赤っていう選択肢もあったんですけど、うん、なんか、まあ、そっちの方がね映えはしたんですけど、うんうん、なんか今回ちょっと表情というか、はい、言葉とか表情とか、なんかそういうフィジカル、うんうん、肉体的なものをちょっと押したいねっていう監督との話もあって、結構シンプルに作っていった。かわいいね、可愛かったですよ、この子供。
いろんな愛の形を今回は。そうですよね。なるほど。あ、なるほど。ね、こういういろんな愛情を描きたいなということで。緑は優しいな。うん。集中して見てしまう自分がいて今無言だった。いやいや、大丈夫。大丈夫。今回ね、結構ね、ソロパートだ。まあね、こんな世の中の風潮的にはギターソロとかね、うんうんうん、結構減ってきてるんですけど、はい、まあ、ちょっとフランプール節、はい、一つの中での高い数でギターソロはね、しっかり。めっちゃ綺麗ですね、この人。そう、そうね。楽しそうで楽しそうで見つめ合って見つめ合って、ここね結構ね、僕のシーンもあったんですけどね、バッサリカットされました。あれ、そうですか。結構ね、よりでガッサリとやるかったんですけど、あ、バッサリカットされました。そういうこともやっぱこういうあるミュージックビデオですからね、なんかこうサイドストーリーとか。うわー、でもなんかすごいメッセージを感じる。なんかこう好きな人と触れ合いたくなるというか、うんうんうん、大切な人に触れたくなるようなミュージックビデオになればいいなと思って。なんかほっとしてはった今、竜太先生。でも結構ね、グッときた、こうなんかミュージックビデオやったんですけど、うんうんうん、撮影だったんですけど、なんかこう感情が入りすぎて、はい、というプレミア公開でしたけども、皆さんどうでしたか。どうでしたか。こちらがもう これからはずっと見れますので。そうですよね。これ終わってからも、うんうん、コメントとかありますので、そこを終わってから僕も結構チェックしようと思いますので、はい、そちらでぜひ感想とか、はい、書いていただけると、ぜひぜひお願いいたします。感想を書いて盛り上げてくれるとフランプールもとっても喜びますので、ぜひ皆さんマジックね、はい、先週リリースなりましたけど、うんうん、やっぱちょっとなんかこう自分だけで聞いてて感じるこう世界観とか想像してたものが、うん、こうミュージックビデオがあることで答え合わせもできるし、うんうん、あとさらになんか、あ、こういう解釈もあるんだとかって広がっていくのがまた楽しいですよね、うん、あ、そうね、確かにね、うん、ミュージックビデオまたね、音だけで聞くのとは違う楽しみ方できるなと思ってますので、うんうん、ぜひ素敵なミュージックビデオになったと思います。皆さんぜひ見てください。見てください。はい、そしてレディオフューズもね、はい、また来週からも、そうですね、来週も登場していただきますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、なんかちょっと今日はね、はい、スペシャルバージョンな、うん、この松原市レディオフィールズのオフトークとなりました、はい、こちらで見てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。お名前一名ください。FM802DJ の高木里沙とフランプル山村ゆうたでした。おやすみなさい。ありがとうございました。